まだ見れるのかな。こんなところがあったってしない。あまり存在知られてないんですか。生態園の奥にあるので。うん、そうですよね、まあ。そうなんですよ。意外と近所の方でも、こんなところがあるの知らなかったっていう、結構そうおっしゃるお客さんも多いですね。やっぱり季節ごとにこう鳥が変わりますね。ただ夏は少ないです鳥は。あとあのいても葉っぱも生い茂ってて水ないんですか。あ、これからの季節は葉っぱがもっと落ちて小鳥とかも見やすくなってきますので、あとカモの仲間があの今冬越しに日本にやってきてるんですね。ロシアとかそっちの方から。今の時期はあの水鳥が増えますね。これからもっと増えてくるんです。今まで来始めてる最中なので。やんないで、あれ小サギです。あと今ここにあのカワセミがあるんですけど、この望遠鏡にはカワセミがちょっと遠いんですけど映ってますので、カワセミとコサギいるだけ見えるの。いや、あと向きまでは見えたんだけど。横向いてるね。よいしょ。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ちょっと